すごく新しい感動というか、達也さんの気持ちになってちょっと見れたらなって思います。達也さん、はい。うまいですね、写真。何を、いやいや、みんなすごいな、これだけは一回見たいなと思って。別にその全く一緒になることがいいわけじゃないので、全然その、まあ、だからこの会場に来て、あ、もうこの時だからこうしようみたいな感じで、だから基本的な、まあここにカップ3つ並べるとかそういうものは大体もともと頭の中に決まってるんですけど、お客さんが360度見れるので、その写真から見えないアングルも見るようにしますよね、立体に関してはですね。だから裏から見られてもまあいいようにみたいな。やっぱりその三重県のもので三重県の風景を表現した方がいいと思うので、じゃあまあ三重県のものでってなるとやっぱり赤服かなというところから、赤服をじゃあどうしようというふうに考えましたね。次赤服見た時には車に見えんなみたいな、これはなんかこう駐車場に満車になってる車みたいな感じでね、この展覧会見た後にすごいこう家に帰った後の見え方が変わると思うんですよね。まあこういう見立てを考えるきっかけにもなるし、その日常を楽しむきっかけになればいいなとは思うので、想像してもらうとなんかちょっとこうまた楽しくなるわけじゃないですか。だからそういうなんかこう楽しくなる発想が一番お土産になると思うんで、まあ、それをなんか持ち帰りにね来てほしいなっていうのはありますね、はい。